や、散らばってる紙はなんだ？応募用紙か何かか？いや、違うみたいだな。どのページにもフォンタ社のマークが入ってるぞ。フォンタを生産する会社の資料とかか？わかった。捕まったら企業機密を盗んだ罪で訴えられたりしないよな。あ、そうだ、お前の言う通りだな。もう怖いものなんて何にもないぞ。だれだれ、新商品の研究開発はフォンテーヌ科学院の助けなしで行っており、進捗が滞っている。開発者内部からも疑いの声が上がり始めた。新商品はやむを得ず、名前もパッケージも未定の状態で、1回目の試飲が行われた。フィードバックによって、今後の開発方向性を調整する予定。一旦、小規模エリアでクローズテストを行う結論に至った。特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ。まあ、あまり順調じゃなさそうだけど。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。これでよし。本当に試したって聞いたけど、どうだった？何か起きたかい？翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その、君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないぞ。お前はどう思う？オイラはちゃんとオイラに見えてるか？そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで、本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか？公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブ&テイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。はぁ、とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。
か、こんなとこまで来ちゃってたな。先にご飯でも食べるか。そうだな、特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、次はうまく利用しようぜ。なんだこれ、まずそうだぞ。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする？オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。その荷物、血の色の液体、やっぱりまだ真相が見えて。来ないな。お前は何か新しく思いついたか？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べびと。すでに2つの隠しルールについて調べてきたけど、まさかこの監獄にこんなにいろいろおかしなことがあるなんてな。調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。うん、じゃあ今日は作業なしだな。急ごう。ほう、この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。さすがだね、偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか？確かにいいタイミングだ、ちょうどいい。どういう意味だよ、何がいいタイミングなんだ？
あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。わかったわかった。じゃあ早く言えよ。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。もっと恐ろしいものって何なんだ？食人族の集会さ。食人族だって？このメルピデ要塞に？毎月数回奴らは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞の失踪者たちの噂は全員奴らと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけどお前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。まさか真相がそんなことだなんて。おいら、お腹の中のものが戻ってきたようだぞ。あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか？おいら、血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。あ、そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。ミロッコがいないな。でも午前中に働きに行ってた奴らが戻ってきてるから聞いてみよう。俺から離れろ。どういうつもりだ。俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。何の話だ。忠告しておくが余計なことに首を突っ込むなよ。あいつらの態度なんかおかしいぞ。オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。でもこうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、むしろオイラたちを誘導するために演じてるんじゃないのか。ダメだ、考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。わかったよ。
何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時何か気づいたことはないか。そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしても、それはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。そうだぞ。月に数回くらいってところかな。おいら耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だがそういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ清浄日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。あそこら辺の数日は当番を嫌がるやつも多い。パイプ清浄日って何をする日なんだ。メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば代わりに報告してやる。おう、オイラたちも今夜は気をつけておくぜ。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ、オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。行っちゃったな。パイプ清浄日についてお前はどう思う。確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ、今夜もパイプ清浄日だって。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。看守に捕まらないといいんだけどな。